太陽光が差し込み、綺麗で明るい室内、そして地球に優しい環境技術がたくさん詰め込まれたゴミ処理施設、それがここ所沢市東部クリーンセンターです。ここでは運ばれてきたゴミをさまざまな形で再利用します。東部クリーンセンターにはたくさんのゴミがやってきます。これらのゴミは処理した後、鉄やアルミ、プラスチックやペットボトルなど分別してリサイクルしやすい形となります。燃やせるゴミは燃やした時に出る熱を再利用しています。建物も周りも緑いっぱい。工場の南側には花でできた飛行機が。屋根も緑です。東部クリーンセンターは皆さんの暮らしにとても身近で重要なテーマ、環境問題に取り組んでいます。所沢市は埼玉県の南西部の武蔵野台地に位置する人口30万人を超える都市です。美しい丘陵地帯は豊かな自然に恵まれた土地であり、アニメの舞台にもなりました。日本の歴史にも古くから登場する由緒ある場所で、日本三大銘茶で知られる狭山茶をはじめ、里芋やほうれん草などの農産物も自慢の一つです。現在世界中で大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会を変える取り組みが行われていますが、緑豊かな所沢市が進めているのは、さらにその先を行く街づくりに挑戦するまちごとエコタウン所沢構想です。エネルギー、緑、資源循環の3つのテーマで、着々と所沢の街が未来型に変化しています。暮らしに欠かせない電気をクリーンに生み出すのが、北野にあるメガソーラー所沢と呼ばれる太陽光発電システム。太陽光発電は小学校、中学校の屋上にもありますが、見たことがありませんか？電気自動車の充電施設には多くの市民がやってきます。所沢市が保護を進める緑地里山では、市民によるボランティア、緑のパートナーが下草刈り、伐採などを行い、森を守っています。そしてゴミを減らすために、地域の飲食店、スーパーなどとともに進めて効果を上げているのが、食べ残しや食品のゴミを減らすもったいないプロジェクトです。家具や衣料品のリサイクルなども行っています。その所沢市の環境への取り組みを代表するのが、ここ東部クリーンセンターです。所沢市の東部、緑あふれるエリアにあります。家庭から出されたゴミの処理を中心に、さまざまな取り組みが行われているこの施設は、地元の方々の協力を得て2年半をかけて建設され、平成15年に稼働しました。東部クリーンセンターの特徴は大きく分けて4つあります。1つ目は高度な排ガス処理、2つ目はエネルギーの有効利用、3つ目は資源の再利用、4つ目は緑の保全です。その特徴に触れながら、ゴミの処理の流れを紹介します。燃やせるゴミは燃やして熱を再利用します。排ガスは有害物質を徹底的に取り除いて、きれいな空気にして大気に戻します。家庭から出された燃やせるゴミを集めた収集車がやってきました。計量器の上で停車すると、クリーンセンターのコンピュータに
ゴミの重さのデータが送られます。センターではデータを集めて処理の計画に活用します。建物の内部に広がるのがプラットフォームと呼ばれるエリア。収集車が運んできたゴミをここで受け入れます。大量のゴミを受け入れるのにプラットフォームの空気はきれいです。ゴミの匂いやホコリを外に出さないための工夫をしているからです。プラットフォームの出入り口には空気が吹き出すエアーカーテンがついています。同時に建物の中では大きな換気扇のようなもので空気を吸い込んでいます。ゴミをためるピットの前で収集車は止まります。ピットの前の大きな扉も自動的に開閉します。これも匂いやホコリを外に出さない工夫です。ゴミを下ろした収集車はシャワーで汚れを落とし次の収集に向かいます。ピットではクレーンを使ってゴミを混ぜ合わせます。ゴミを均一にすると燃焼効率が高まります。焼却炉の内部は燃やしながらゴミを動かす水平非合子と呼ばれる床になっていて、ゴミを安定して燃やすことができます。炉の内部の温度は850度から950度の高温。これでダイオキシンの発生を抑え、ゴミの匂いもなくなります。中央制御室では全ての工程を監視しながら遠隔操作を行っています。焼却炉からは排ガスが出てきます。ボイラー、エコノマイザーを通過させて温度を下げます。その後排ガス中の有害成分を取り除きます。まずろ過集塵機で細かい灰を取り除きます。次に液体の薬の中に排ガスを通して煙を洗います。活性炭吸着筒ではダイオキシン類を取り除きます。脱硝反応筒では窒素酸化物を分解します。こうして排ガスは最後にきれいな空気になって煙突から出ていきます。所沢市は有害物質の排出について国の基準より厳しい自主基準を定めています。特にダイオキシン類については国の基準より10倍厳しくし、きれいな空を守っています。焼却炉の周りにはゴミの焼却で発生した熱を回収するため水が流れる管を設置しています。これがボイラです。焼却炉の熱で温められた水は沸騰して蒸気となり発電機などに送られます。発電機で生み出された電気は施設内の電力として使われます。余った電気は電力会社に売って所沢市の収入になります。焼却炉でゴミを燃やすと灰が残ります。その灰を再利用するために溶融炉に入れて電気の力を使い高い温度でドロドロに溶かします。そして水で冷やしてスラグを作ります。ここで生まれたスラグは砂の代わりとして道路のアスファルトやブロックの材料になります。また市の施設や公園でもスラグの入ったブロックが使われています。東部クリーンセンターでは資源ごみをスチール缶、アルミ缶、スプレー缶、ガラス瓶に選別して徹底的にリサイクルを行います。これらのごみはピットに一度貯めてから処理します。袋に入っているので専用の機械で袋を取り除きます。ここからスチール缶、アルミ缶、ガラス瓶に選別します。磁石の力でスチール缶とアルミ缶を分別し、
手選別でガラス瓶を色別に分けて回収します。最後にアルミ缶を回収します。選別したスチール缶、アルミ缶をそれぞれ大きな塊にプレスして再利用する工場へ送ります。色別に分けたガラス瓶も再利用する工場へ送ります。またスプレー缶も安全に処理します。東部クリーンセンターではプラマークのついたプラスチックごみを回収して再利用しています。プラスチックごみは一度ピットに貯めてから処理を行います。まず専用の機械で袋を破ります。次に手選別用のコンベヤで汚れたプラスチックやその他の異物などを人の手で選別します。選別したプラスチックは圧縮してアンモニアなどに加工する工場や製鉄所に送ります。破砕ごみ類についても鉄、アルミなどの資源を再利用します。ピットに集められたごみを荒破砕機、破砕機を使って細かく砕きます。次選機を使って鉄を回収、そしてアルミ選別機でアルミも回収します。市民の方が持ち込んだゴミも鉄、アルミ、新聞紙など素材別に分別し、徹底的な資源回収、リサイクルを行っています。最新の環境技術の詰まった東部クリーンセンター、見どころは建物の外側にもあります。建物の屋上には太陽光発電システムを設置しています。プラットフォームでは屋上緑化にも取り組んでいます。リサイクル製品を使った土壌に雨水をまいて植物を育てます。クリーンセンターの隣には広々とした緑地があり、四季折々の眺めを楽しめる森として市民に親しまれています。東部クリーンセンターの隣にあるリサイクルふれあい館では、もったいないの心を多くの市民の皆様に体感、実践していただける施設として中心的役割を担っています。基本である 3R の啓発展示はもとより、物を大切に使っていくことを未来の子どもたちにも伝えられるよう、春休み、夏休みには特別講座の開催も行っています。東部クリーンセンターでは常に施設の稼働状況を監視しながら、設備を維持するための点検などを定期的に行って、家庭から出されたゴミを安全で効率よく処理しています。また限りある資源を未来に残していくために、ゴミを無駄なく資源化したり、焼却した熱で発電した電気を活用したり、資源を繰り返し有効に利用していく社会の発展に大きな役割を果たしています。さらに緑地の保全や屋上緑化などを通して、自然を守りながら施設環境を整えています。こうした取り組みを通して、東部クリーンセンターは所沢市が進めるエネルギー、緑、資源循環の3つを柱とした町ごとエコタウン所沢構想をもとに、未来の子どもたちに残したい町、所沢を作っていきます。